橋本正明橋本正明から1929年3月31日は日本の海軍軍人家族最終階級は海軍中上12位訓理投稿3級尺位は男尺橋本正明と表記する場合がある鹿児島県出身橋本喜左門の息子として生まれる明治4年9月海軍兵学寮に入学し 1878年7月、海軍兵学校を卒業。1879年9月、海軍省委任官。1884年12月、今後分隊長となり、海軍省軍務局省高科科第1局第1課次長、五福島海港事務取扱いを経て、1890年10月、海軍省佐に昇進。1891年4月、 五福島副長に就任。八百九十三年十二月、麻屋艦長に発令され日清戦争に出生。赤城艦長を経て、八百九十五年十二月、海軍大佐に進級し、つまぎ総委員となる。八百九十六年四月、台湾総督府軍務局海軍部第一課長に発令され、八重山、何和の各艦長、佐世保鎮守府参謀長、 陳炎官長、大臣官房人事課長、人事局長心得、朝日官長などを経て、1902年5月、海軍省省に進級し、舞鶴陳次府官政部長兼舞鶴港スト務部長兼舞鶴予備艦部長に就任した。1903年11月、舞鶴公省庁となり、同年12月、人事局長兼海軍省官会議議員に移動し、日露戦争を迎えた。 県大本営海軍人事部長を経て、1905年11月、海軍中将となり召喚会議議員兼、大本営付県大本営海軍人事部長、事務取扱いとなった。同年12月、マコウ陽光部司令官に就任。翌年12月、旅順陳府司令長官に栄転した。1907年9月21日、その功績により、 男爵の爵位を受爵し家族となった。1908年8月に退命となり、翌年8月予備役に編入された。1914年3月1日に交尾役となり、1918年12月29日に退役した。ありがとうございます。